JI の笹井理事長で、ね、寒くの皆さん、徳島県のためじゃすいませんな、本当に。素晴らしい場所ですね、本当に。大物ビルダーバーグですね。さすが59年に結成しているね。本当に素晴らしいですね。感謝の意味でもね、トラノモン三井ビルディングですね。本当に素晴らしいですね。三菱も三井も協力して、たまものですね、本当に。要は IPR か。IPR の件が問題になったから。私もびっくりしました、本当に。IPR のね、架空で議論しました。はい、もう、もう、ね、あれね、廃営化予告してね、61年に廃止されたよ。それが現実ね、本当にね。残念だけど、こんなもんや。残念だったな。田中明子、お前の組織のザコってことや。覚えとけよ。覚えとけよ。これは本物の、ビルダーバーググループルーズってことや。覚えとけ。スカルエンドボンズ使ってみたいな。でこうやってやっぱりビルダーバーググループのね、こうオフィシャルさんの画像ね、調べてみたんやけどね、調べてるんよ。なんで聞くのか俺もわからんわ。そう、なんで聞くんかね、どういうことなのもんな。俺も調査しました、うん、びっくりしましたね。だって、うん、あなたがトップだ。あの会長はね、多分こっそりね、隠密活動してんやな。多分要請できたんでな、活動中やな。そのためにね、隠密活動でやるね。そんなもんですね。本当びっくりしましたね。日本ブランドビルダーバーグたらね、日本国際問題です。本当に素晴らしいね。アンジェリーナ・ジョリーさん、ね、アメリカたち、おそらくセーバー系付き合ってるの知ってましたね。本当に素晴らしいですね。うん、俺もびっくりした。2020年の三極会合ね、あれやらせやったよ。笑わせです、本当に。笑いをね、やらせです、本当に。JI がちゃんと通知してるからさ、やってるからね。ああ、三極のサイトを閉鎖して、ね、終わり。メーガン・オン・サリバン、なんであそこに行くや。多分事情があってな、パリと映ってるんやな。多分映ってると思いますね。現実は甘くなかったですね。そんなのね、びっくりしました。こんなあんな本当にすごいですね。日本版のビルダーバーグ、日本国際問題研究所、私が作りました。本当に素晴らしい組織ですね。すごい感じで、多分本事業ね、もちろんバッと耐えるまつりやった。これが日本版のビルダーバーグ。ちょっとサムネイル作りたい、ね、うん、本当に素晴らしい組織を作ったのに、私からの経緯を、ね、ようやく記憶が戻ってきたね。本当に素晴らしいですね。結成して60年間、本当にすごい。正直です。多分ジャニーズ事務所も出資してたよな。鬼の久保さん。どうもやってらっしゃいました。まあ、思っててびっくりしましたね、本当に。現実はこんなもんね。本当に。七夕革命時ね、ここまだ旧式の歌が崩れちまってな。あれ、あっちの京セラの合図です。ビルディング、あっちのな。浜松のな。トヨタビルに移ったんや。さあ、三菱とかね、いろんな企業中止したんや。さあ、協力して。よう思った渋沢栄一か。あいつだもんね。ね、日本が復帰したとトラブルになって。残念だけどね。渋沢栄一郎に日本責任があるじゃない、ね。暗黙でね。知ってました、私の公園たち。さあ、山瀬上映部のご遺族とか。その参加の横須賀にも知ってましたよ。事情は知ってましたよ。本当にあの安保闘争集会で言いましたからね。現実はそんなもんですね。本当にいい組織を作りましたね。本当に私はね、あれレッティンガーの妻でしたね。妻でしたね。妻だったね。現実は甘くなかったんです。甘くなかったんですね。本当に支え理事長、今の GAI の幹部たち、いい組織作りましたね。本当に水井ゆる子さん結成して、本当に素晴らしい組織を作ったもんね。私からも敬意を表しますね。本当に苦労しましたね。ね、本当に閉じ込む方法だ。そんなです。まあ日本政府にだいぶ GAI が掌握してる、ね、ジャパンハンドラーズびっくりしたね。こちらはドラモン三井ビルディングですね。素晴らしい組織です。私からも敬意を表しますね。こんなに発展してびっくりですね。
素晴らしい、そうです。コカ・コーラ、シャモン・ジャパンも加盟してるしてますよ、こっそり入ってますよ。うん、セイバルとかね、トヨタの皆さんも素晴らしいね。いや、ソニーは、あの、伊藤さんって方ね、あの方がいたんでよかった。森田にも原因あった。森田にも問題。森田にも問題。各社、IP やるか、日本太平洋問題調査会か、あれも問題し、いまだに議論してるんじゃないかと。こちら日本版の、トラモン三井ビルディングスね。GIN、ね、この通り城見てくれ、すごいですよ。そう、トリガーゲート、トラモン三井、あ、日本版のビルダーバーグです。ああ、チャタムが監修してた証拠です。ああ、その英語部員がその証拠です。私からも敬意を表しません、みんな。ああ、本当素晴らしい組織です。私からも大変喜ぶ、ね、本当にローソンも出資してますよ。ああ、新浪大吉ね、クビになったね、最初は下っ端や、ね、こういうことですね。まあ、こういうことだった。本当びっくりですね、皆さん。まあ、これはもう勤務中のみ、本当素晴らしいですね。 あそこでね、長田クーデターあって、安保闘争もここで、何年ない、ここは大丈夫です。ああ、もうね、司しの声を知ってますよ。はい、まあ、知ってますよ。あんた知ってますよ。そうですね、当時10代20代、まあ、エスタロコ、はい、これは日本語のビデオ、日本国産スオイカ、ザクアイテね、ザクアイテ、ほっとけ、ザクアイテ知ってたんだ、ザクアイテ、ほっとけ。これは日本語のビデオ、バウビルダーバーグたる日本国際問題研究所、まずは新居浜機関ですね。新居浜機関と言いますね。新居浜ですね。はい、思い出したら新居浜で結成したよ。俺はジェイン・ライディング、ね、女性で軍人です。勤務したね。こういう看板が勝負です。世界に誇るものですね。世界に誇るものですね。本当はびっくりしました、ね。